1歳、母のミシンの音を聞いた。2歳、父の靴音を聞いた。3歳、古いレコードを聞いた。4歳、兄とピアノを見た。大きなピアノだった。触るとダイヤのような音がお腹の中に響いた。音の日記。今日の風速7メートル。風の音から人の姿が浮かぶ。16年前が昨日のように浮かぶ。母のミシンの音、父の靴音、布団をかぶった兄の声、リンゴほっぺ。4歳の自分、7歳の兄。爆音識別レコード。父は丸い赤いものにも怯えた。兄とリンゴを捨てに行った。こっち来い。
見えない音を憎んだ兄。リード外せ。高度3000メートル。風の中に消えた兄。雪の線路から音が一つ消えた。一つ音が消えた。ミシンとワルツのデュエットが消えた。母、自分の鏡、いくつもの式、12年が過ぎた。私この歌を歌いたい。ララ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 ラ
線路を歩いた。海に沿って走った。祖父と祖母のいる町。名前は四季英子さんと言います。じゃあ自己紹介。はい。四季英子と申します。よろしくお願いします。私はあの音がするものがとっても好きで、いつも夢ばっかり見ているので、歩きながら電柱にぶつかったりすることがあります。よろしくお願いします。